ブロックされた？何言ってんのあいつ。ちょっとトラブルになっちゃってね。ちょっと面白かったけど、とりあえず女の子はちょっと送りました。なんかね、あのお会計の時にあのなんか女の子払ったって言ってたんだよ。それ聞いてない？なんかタクシー乗った時に女の子も払ったって、5000円ずつみんな払ったみたいな話があって、あのそのなんか俺のリスナーさんいたじゃん、送ったんだけど、その人がなんか5000円をなんか払ってなかったんだって。うん、でも俺みやびに5000円で払ったって聞いてたんだよ。払ってなかったみたいなんだけど、俺確認したら払ったって言ってたからもうそのまんまにしてたんだけど、それをなんかずっと配信でなんかぐちぐち言ってるんだよ。何言ってるか分かんなくてさ、いやリスナーさんがつかみやびに俺はみんなからもらったって聞いてたから、タクシーの中でね、あ、秀ママが払わなくていいって言ったんだ。でも俺は払ったと思ってたんだよ。ね、それでなんか払ってなくて、それをなんかずっとぐち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 なんか言ってたから、まずは面と向かって言わない、なんで言わないんだろうなと思って、直接言えばそのリスナーが5000円払えば済む話じゃん。それをずっと配信でぐちぐちなんか言ってるからっていうのと、あそこのまずねホテルって今確認したんだけど3人しか寝れないんだよ。あそこのホテルってそこに内緒で4人寝かせようとしてたわけよ。うん、だから俺も送るつもりだったんだけど、だったら3人とか4人で寝るんだったら俺一人別に他で寝てもいいかなと思ってたんだよ。とりあえずそのリスナーの分の5000円は俺グミちゃんに払ったから、もうお金の問題はいいんだけど、そのただでさえさ祝電とかあってホテル追い出される状況の中でもう無理やり4人で寝ようとしてるのもダメだし、だから俺はもう最悪一人でどっか寝ようかなぐらいの思ってたんだよ。また追い出されてもあれだしね。でそのさ たかが5000円払ってないっていう話を俺に言えばいいじゃん。それを配信ちょっとぐちぐち言ってるのに腹が立ってさ、めんどくさいから。でそもそもリスナーを呼んでいいっていう判断は俺だけがしたんじゃなくてみんなでしてたわけよ。だから雅も電話で呼んでたんだよ。俺に限らないんだよ。ただ来なかっただけなんだよ。うん、だから俺が単独でリスナーさん呼んでるんだったら俺が悪いじゃん。でもそういう話になってたからリスナー呼ぶことは別に問題なかったんだよ。確認取ってるからね。でも初め分かんなくてさ、タクシー乗ってる時にその何の話してるかが分かんなくて、で蓋開けたらなんかそのリスナーが5000円払ってないって話で、なんで言わんのかなと思って、でなんかずっとヘイト向けてたわけでしょ。でも結局もう気分悪いから、でも来るなって言うし、まあいいかなと思って、結局はまあ現状ちょっと今からどうしようかなと思って、だからリスナーが悪いっていうか、ヒデママが払わなくていいって言ってたから払わなかったみたいや。うん、リスナーさんはいいよってヒデママがなんか気使って言ってたみたい。いやホテルないから、まああれだね、だから俺が言ってるのと潰し合いなんだよ。やってることが一緒にいて
なんか片や配信つけてヘイト向けてるし、やってることは潰し合いじゃん。違う？そのさ、5000円リスナーの件払えば済む話を放送つけてやってて潰し合いじゃん、ヘイト向けてるのって。それで済むんだよ。リスナーはもう送ったよ、グミちゃんと一緒に帰ったよ。だから4人で泊まれないホテルだったから、俺一人で泊まろうと思ってたんだよ。結局は潰し合いなん、仲良くできないでしょあんなの。普通にまあ気分悪かったしね、ずっと。それはさっきの枠で俺話したけど、人の枠に協力してるのにずっと悪口、まあ、書かれるのはいいんだけど、注意もしないし、気分悪いし。だからそのタヌキにやられるってなんかよくわからん鳩でさ、俺に言えばいいじゃんな、直接。俺に言えばいいじゃん。リスナーが5000円払ってないみたいだけど、それちょっと払ってほしいって言えば済むんじゃないの。まあ、ハックはもう申し訳、もう残念だけどもしょうがないわ。一応ね、あのしきちゃんってあのジープ乗ってるんだよ。でそのジープの車をね、一応買ったんですよ。それはトム池に渡したからね、こんなんで終わるわけないだろ俺が。ここであの俺がねちょっとエッチしたかったけど下心を選んでたら、下心を選んでたらそれはねちょっとあれかもしれないけど、まあここはね自分のリスナーに説明すべきだしね、ちょっと理解してくれるリスナーさん、ちょっとナイスをしてください。もう合流しないよ、生意気でも何でもいいわ。俺はなんか不満あったら直接言うから、溜め込まないし、本人に面と向かって言うタイプだから、で俺がね女好きで自分の配信終わって女とイチャつくのも俺の自由だし、だから映さなきゃいいんだよ。俺は俺でやってるわけだから。俺はねやっぱずっと配信ばっかやってるからプライベートがないんだよ。プライベートが気の毒だと思わない？にゃん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 。だから映すなっつっても映す方が悪くない？ほっといてほしいよ。プライベートがないんだよ。たまには女の子とイチャイチャしたいよ。俺だってせっかく来てくれたし、いいでしょ自分のリスナーと楽しいんだって。で俺がもうとりあえずもう帰ろうかなと思ったんだ、そのホテルの件があるしね。それも確認してたんだよ、企画は企画、あとは別に自由じゃん、したらもうちょっとなんか付き合ってくれみたいなだったから待ってたんだよ。別にもうちょっと外野ほざかなくていいよ。自分のリスナーは俺が女好きなのも知ってるし、多分理解してるからね。違う？ニヤニヤして、お前俺自由だしね、別に俺悪いと思ってないし、配信外別にイチャついてもいいと思ってるしね、こんな好きなんでね。あの場だろうがプライベートがないんだよ俺は。チャンスがあればイチャつくんだよ。そんな普段チャンスないのに。だからまあいいじゃん、単独だからね、まあでもリスナーにちゃんと説明する前にそういうのもするのもまあもう書いちゃったしね。まあちょっとこっからどうしようかなと思って。
どんどんイチャつけばまあいいと思ってるよ。うん、あっと、ありがとう。どうしよう。まずね、ホテル3人部屋なのに4人泊めようとしてるのもダメだよ。これね、また問題出るよ。あいつなんか4人泊まれるように言ってるけど、ロビーに確認したらホテル3人しか泊まれないって言ってたよ。うん、いや、エクストラベッド、それ言い訳だね。ロビーに確認したら分かるよ、3人までだって。だから俺が気使ってさ、ねえ、俺別のとこ泊まる、リスナーさんにも言われてたんだよ、ホテル取ろうかって。だからそれ気使ってやってんのに、ダメでしょ、こんなの。アパホテルだってそうじゃん、最近問題になってるでしょ。シングルの部屋になんか連れ込んだりとか。俺はね、最近ダブル取ってるんだけど、そういうのもダメだからさ、うん、嘘だよ、ロビーに確認したら分かるよ。じゃないと俺あそこで寝るよ、普通に寝るでしょ。だってさ、自枠でやればなんだ、別に気分も悪くなくやれるわけじゃん。でもまあみんなで回した方がいいかなと思って、すごいストレス溜まるからね。なんか言われたくないこともね、ずっと言われるやん。そのナイスの剥奪のこともそうだけど、それはまあ説明したからね、あれだけどさ、これ配信者だから、今一番必要とすべきことはやっぱ配信だからね、優先順位は間違いないよ。いくら女が好きでも優先順位は間違えないから、まあ配信やるけど、ちょっとどうしようかなと思って。だからなんか配信ついてたらあれだから、ちょっと配信外で話してやったけど、なんかヘラヘラしてたの、あいつって。口だけなんだよ、配信外ですら何もしてこないから。困るとこないですよ。でもまあ一歩譲ると、まあ俺もね、女が好きとはいえちょっとやりすぎてたから、ちょっと女関係やめた方がいいんじゃない。うん、女関係はちょっとやめといた方がいいんじゃないですか。あ、300ナイスありますね、さすがに。配信外でつってもなんか全てさらけ出すのが誠意かなと思ってて、そういうとこはまあ気をつけるね。ちょっと不快に思ったリスナーさんいるなら、それは謝るわ。それはちょっと俺が悪かったから、ごめんね。うん、それはすみません、ごめん、許してくれる。でも俺も寂しいんだよ。フロントに電話したら分かるよ、俺確認したしね。なんか4人泊まれるとこは4人用なんだって。でも今日4人部屋って空いてないから、許さないとか言ってる人もともとうちのリスナーじゃないでしょ。で、俺がよく見かける人で許さないやつなんかいるの？いないでしょ、うん、いるの？俺がじゃあみやびとかに頭下げるの見たいの？下げないぞ、いちいち。別に一人で配信やればなんら困らんしな。もともと応援してないやつに許してもらう必要ないから俺、うん、4人泊まれないよ。俺ロビーで確認したんだよ、4人用は4人用なんだよ。じゃあ今ロビーに確認したろうか、もう一回ホテル戻ってなあ。ベッドが3つで4人用の部屋が空いてなかったんだよ。俺が今確認したんだよ、ロビーに。気持ち悪いだね、てめえこの野郎、バカ野郎、ふざけんなよ。
俺は確認してやるわ。ちょっとホテル名忘れたな。ちょっと近いから。嘘つくわけないでしょ、今ロビーで確認したんだから。バカ野郎、聞き方が。なんかさ、そのアンチの人さ、なんかそういうのがあると一気になんか D